それでは第2部行ってみたいと思います。まず第2部最初はですね、しばらくご無沙汰でやりました、今日のにゃんこね、この今日のにゃんこを、お送りしたいと思います。それではね、まず、最初の写真これです。どうぞ。いかがでしょうかね、重なる猫ね、重なる猫でありますね、もう一枚いきますよ。これも同じく、重なる猫ですね、いかがでしょうかね、今日のにゃんこ大して面白くもない、重なる猫、この折り重なる猫いかがでしょうかね、まさかこれでね、今日のにゃんこ終わりじゃねえだろうなとね、ちょっとイラッとしていらっしゃる方もいらっしゃると思いますね。そんなことでね、まさかね、これでは終わりませんね。実はね、僕の、撮ったものではなくてね、我が家のにゃんこではなくてね、実はねこんな素晴らしい写真をねちょっといただきましたんでね、これをご覧いただきたいと思いますね。よそんちの今日のにゃんこです。どうぞ。もうお分かりだと思いますね。よそんちとはね、マミヤさんちですね。マミヤさんちのねゴンちゃんというね、猫ちゃんですよね。前にもお話しました、マミヤさんはねフォトグラファーですね、カメラマンね、プロのねスチールカメラマンです。キューピー3分クッキングテカテテテテテってやつね、これの本の表紙、これはすべてマミヤさんがね、撮って見えるそうですよね。でまあ間宮さんもね当然プロの写真家だしね、お家にはもう可愛いゴンちゃんがいますんでね、いわゆる、プロが撮った親バカ写真ね、それをね、何点か見ていただきたいと思いますね。1枚目これですね、ご本人とのツーショットですね。そして2枚目がこれですね、独特のねムードですね。やっぱり写真家ですね、プロなんですね。こういうね絶妙のこうなんていうんだろう、タイミングを逃さないですね。しかもこのゴンちゃんもね上手にね、これはもう当然その演技ではないでしょうから、自然のね、猫の本能から出る、このなんていうんだろう、仕草というかね、なんでしょうね、これがねいわゆる間宮さんのサイズです。そしてね、ちょっとねこれトリミングしてみました。寄ってみるとねゴンちゃんこんな表情してますよね。そして、3枚目これですね、断末魔の悲鳴ね、猫はね本当にこんな感じでね大あくびしますね。このあくびをしたね一番開き切った時に指をねパクッと入れてやるんですよね。そうするとねあわあわうってね、加えますよね。あくび途中で終わってね、3枚目、断末魔の大あくびね。そして、次はねちょっと解説がありますこれね、凄腕シェフと書いてあります。凄腕シェフね、猫はね意外とねこういうの乗せるとね嫌がるんですけどね、ゴンちゃんのお利口ですね。そして次、猫飼いあるある点点点、アマゾン届いたお約束と書いてますね。これはね猫を飼っている人はもう大抵皆さんご存知だと思いますけど、例えば、宅急便ね、宅配便何か届いて箱の中身を出して箱をそのままポンと置いておくと、必ず猫はねこうやって中に入りますということでね、猫飼いあるあるね、猫を飼っている人なら必ずこれはね、ご覧になっていると思いますね。アマゾンが届いた、空箱に入る、これがお約束だということですね。そして次、これがジャケ写風ね、ジャケ写風、まあ、いわゆる何かの CD ジャケットのように、まあ、きっとこれデュエットなんでしょうね、マミー&ゴンのね、アルバムのジャケット風ということですね。そして、次、ライブ前の新しいスネアのヘッドなじませ。これはねちょっとね専門的になります。スネアのヘッド、つまりスネアドラムですね、これ映ってるのが。これはね実は今回間宮さんはねこのライブのためにというか、まあこのライブに向けてね新しいスネアドラムをね買ったそうです。これはねかなりね高価なものですよね。そして非常に希少なものらしいです。これがだから欲しかったそうなんだけれども、まあ、楽器屋さん行ってもなかなか品薄でね、これがなかったのをたまたまね見つけてねもう衝動買いしちゃったとおっしゃってましたけどね、まあ、新しい楽器に新しいヘッド、つまり革を張って使うときに
どうしてもこの皮の張り具合というのがね、新しいものって今一つ馴染んでないらしいんですよ。なので皮を張った後に上からね、グッグッとね、重しを乗せるっていうか、重みを加えて皮を馴染ませるね、そういうことをするそうです、ドラマーの方はね、その重しを乗せて皮を馴染ませてる部分をゴンちゃんがやってくれてるということですね。新しいスネアドラムの皮の馴染ませというタイトルでしたね。そんなことでね、今日のね、にゃんこね、間宮家のゴンちゃんのね、写真、7点お送りしましたね。以上、今日のにゃんこでした。さあ引き続きましてね、ここでね、前回、クイズ出しましたね、道端の花クイズね、これのね、正解発表に行きたいと思いますけれどもね、案の定ね、思った通りの結果になりました。まゆみちゃん以外の方は誰もね、何にも送ってきませんでしたね。まあこれ、あのいつまで待っても多分一緒だと思いますんで、今回ね、ラジオ51回目でね、正解発表をしたいと思います。それではね、このまあ回答をお寄せいただいたと同時に、これはお便りになってますんでね、これをちょっと読んでみたいと思いますね。こんばんは、ラジオ50回おめでとうございます。さて道端の花クイズですが、答えが写真に写ってますよ。道端の花とガングリオンの1枚目、2枚目、13枚目と14枚目、アジサイに寄り添うように咲いていますということですね。僕はだから、あのこの問題を出した時にね、同時に見ていただいた道端の花とガングリオンに、問題の答えがすでに映ってたと、ね、いうことらしいです。1枚目これですね、そして2枚目がこれ、そして13枚目、で14枚目がこれですね。アジサイに寄り添うように咲いていますと書いてあります。では回答いきます。リクニス水仙の、和名フランネルソウです。3つも名前があるんだ。水仙のというのは確かに聞きましたね。僕読んで変わった名前ですね。水仙のとかって、言ったのを覚えてますけども、リクニス水仙の、和名フランネルソウね、一つの花に名前が3つもありますね。よくご存知。特徴、葉も茎も柔らかい、白毛、ね、白毛で覆われている。ここから、フランネルを連想してフランネル草と呼ばれていますということです。実は昨日菜花の里で咲いているのを見つけちゃいました。なるほど、つまりこの時期に咲く花ってことですね。そして最後、ライブ目前ですね、ガングリオンお大事にとね、ライブ前に出していただきました。そんなことでね、実は僕ね、あのこの前回のラジオを、アップした翌月曜日ね、写真を撮りに行ってきましたね。まあ一応お見せします、これですね。だから写ってましたよと言ったものとね、まあ同じものですよね。この茎葉の部分に非常に特徴があって、柔らかい白毛で覆われているとね、ここからフランネルを連想してフランネル草と呼ばれていますということで、なんだか出題も答えも全部ね、お一人で済ませていただいたという感じでしたね。それではまゆみちゃんにはね、9月15日ね、スペードボックスでのライブで、ドリンクをね、いっぱい進呈したいと思いますね。そんなことでね、道端の花クイズでした。どうもありがとうございました。この9月までにまた何かね、問題になりそうなものがありましたらクイズをお出ししますんでね、またドリンクを進呈したいと思いますね。道端の花クイズでした。ありがとうございました。それではね、ここでね、またちょっと曲を聴いていただきたいと思いますけれども、今回のライブではね、非常に初期の頃の曲を、ちょこちょこやってますね。初期というのはアンサーズの中からですね。それでまあどれにしようかなと思ってね、悩んだ、2曲がありました。結局は諦めるなという曲をライブではやりましたけれども、もう1曲、そして希望という曲もね、どうしようかな、やりたいなと思ってましたね。でやらなかったので、そして希望を。
たくて、君はいつの時からか誰かを探し始める。心の中にある何かを伝えたい、言葉で言えなくて触れると消えてしまう。今までいくつの小さな君の体に余るほどの悲しみと喜び、そして希望。後ろを振り返る、そしてそこに君を優しく見つめる誰かがいるのを確かめる。そして明日に向かってまた歩き出す。そして希望を聞いていただいていますね。このそして希望をとか諦めるなとか、そして雨に打たれてね、これらはあのコマーシャルソングとして、作った、曲ですね。考えてみるとね、今ここでねこういう形でまた花開いてるね、不思議ですね。なんかあの時にはね、あの時というのはまあその CM ソングなんかを忙しく作ってた、20年ぐらい前かな、今ここでやってることをねとてもね想像はつきませんでしたね。でもまあ、この諦めるなとかそして希望はまあ、ゆくゆくね、こういう曲をもう一回、歌ってみたいなとね、コマーシャルとしてではなくて僕のオリジナル曲としてね歌ってみたいなという気持ちがあったのは確かなんですけどね、まさかね、こういうことになるとはその時は、思いませんでしたけどもね。そして希望を聞いていただきました。それでは、ここでね、お便りをねちょっとご紹介したいと思います。それではお便りです。タンタンさんからいただきました。じゅんくんライブお疲れ様でした。今回も大盛況でしたね。原潤爆発ライブの感想を送ります。すでにあちらこちらで大絶賛されているので、専門的なことは他の方にお任せいたします。かっこいやこれ言い訳、よくわからないだけです。素人の思ったままの感想ばかりで、少々長くなりますがご勘弁を。いえいえ、どんどん言ってください。半年ぶりのライブ本当待ちくたびれましたよ。でもその時間を埋めるかのごとく期待を裏切らない極上のライブでしたね。そうですか、ありがとうございます。しびれました。本当に素晴らしかったです。終演後皆さん口々に、今までで一番良かったね、声がすごく伸びてたね、ギターテクも素晴らしい、バンドとしての安定感も増してると、絶賛の嵐が吹き荒れてましたよ。ちょっと歯が浮きますけれども、重厚な安定したバンドの演奏をバックに、のびのびと歌う潤くん、キラキラ輝いていましたよ。そうですね、まあリハを1回しかやってない割にはね、バンドの演奏はまあまあ良かったですよね。まああのね、個々の皆さんがこのバンドで何をやるべきかね、それはねやっぱ個々が考えることで、皆さん資料を聞きながらね、私はこの曲で何をやろう、ここでどうしようっていうことはねそれぞれ考えてくるんですよ。だからそういう意味では、このバンドの、ライブに臨む時の形というのはどんどん充実してきてます。ただやっぱりバンドのアンサンブルね、バンドがどう馴染むかということは、これはねやっぱりリハーサルの回数に比例しますんでね、やっぱり本当はね、もっと何回もやりたいところではありますね。まあちょっと諸事情ありましてね、今回は1回のリハだったんですけども、そして、初お披露目のホワイトシャツで登場の潤くんに、かっこいい、かっこよすぎると釘付け。スリムになった体型にぴったりなお洋服素敵でした。
ああポッコリお腹が懐かしいなんて、かっこ笑い。ポッコリお腹はね、まあ実を言うと今でもポッコリお腹なんですよ。僕はいわゆるその大動脈瘤というね、お腹のど真ん中に大きなね血管のまあコブがありますね。これを、ゆくゆくは、取る、大手術をしないといけないということで、まだ、ギリギリね今50ミリですね。これが50ミリをはるかに超えた時といっても、まあ51ミリになったらやるようなことを先生は言ってましたけども、その時にねやっぱりちょっと大変な手術でね、お腹開いた時に内臓脂肪が多かったら手術ができないとね。なので手術までに内臓脂肪を落としなさいというね、先生からのまあお達しでね、それでこのダイエットとか歩いたりね、運動したりしてるわけですよね。ところがね、真剣にねこのダイエットをやりだしてからね約1年ですね、体重がね9キロぐらい落ちましたね。それでね、まあ9キロ落ちればね、この内臓脂肪も随分落ちてるんだろうと思ってね、この前の5月だったかな、年に2回ずつCT 検査って言ってね、 CT でこの動脈瘤を写真で撮るんですけど、その時にね、血管外科の先生にどうですか、内臓脂肪だいぶ落ちましたかって言ったら、全く変わってないですねって言われましたね。確かにその CT のその画像を見ますとね、お腹の中にまあ臓器がある、そして、脂肪は黒く映るんですけれども、まあこの黒い部分のね感じはね、それは、半年前1年前とねそんなには変わってないです。だから9キロ落ちたとは言うものの、いわゆるその皮下脂肪が落ちてるだけであってね、内臓脂肪は原さん落ちてないですよって、これはねちょっとやり方考えないとダメですね。ガリガリにはなるけれども肝心なところが全然落ちてないって言われましてね、がっかりして帰ってきたんですけどね、その時にね。ということなんでね、ポッコリお腹はね実は今でもね本来の目的は達成されてないっていうことでね、懐かしい目標も未だにありますよね。そして、今回の瀬戸利は、過去ライブであまり演奏したことがない曲もありましたよね。アルバムも5枚になれば、瀬戸利決めも随分悩んだんでしょうね。壁のポスターは記憶が正しければ初ライブ以来ですよね。大好きな曲です。二度と生では聴けないと思ってたからめちゃくちゃ嬉しかったです。涙が溢れちゃいましたよ。なるほど、そうですか。僕もねこの壁のポスターという曲はね、まあまあ好きな曲です。だけどなんだかねちょっと遠のいてましたね。まあどんどん曲を作っていくし、その中ではやっぱり自分の気に入ったバラード曲も増えてきてますから、まあ気に入ってはいましたけれども、ちょっとずっと置き去りにしてあったってことですね。なので今回そのまあ、ワールドツアーの瀬戸利っていうのが、いわゆる今まで作った曲を、カテゴリーに分けて、そして、置いたのがワールドツアーのせせりだったので、まあその中から、ちょっとこう間引いてね、今回のソウルダイナのセットリストを作りましたから、こんなのも入ってたということなんですけどね。アンサーズを手にした時の感激、感動、この曲好きだなーって、何度も繰り返し聞いたことや、初ライブを思い出してしまいました。あれから4年か、そんな思いも重なってうるうるしちゃったのかな。そうですね、あれからもう4年ですか、仕掛け5年ね。翌日、ライブの翌日ってことですね、この壁ポスの初ライブ映像が見たくて検索しましたが、残念ながらアップされていませんよね。かっこしくしく。そこで淳君にお願い、今回の壁ポスのライブ映像をアップしてほしいな。よろしくです。ひらにひらにと書いてあります。アップする予定です。順次ね、まあ一気に全部は無理なので、順番に、ちょっと上げていきたいと思いますね。次回か、その次ぐらいにね上げられると思いますよ。そして、ライブのね楽曲についてですね、二人のパラダイスの時、シンバルに合わせて首を傾げた淳君、めちゃ可愛かったわ。かっこかわいいなんて言って失礼、かっこ閉じる。僕はね、例えばワンツースリーフォー、ワン
2の位置ね、2の位置、2拍目の位置にねアクセントを入れるのが好きなんですよ。だから1、2、3、4、1、2の位置ね、ここでねジャーンとシンバルをね、マミヤさんに入れてくださいというふうにお願いします。でここにアクセントを入れると同時に僕もギターで同じようにちょっと強く弾くと同時に首をクイッとね、傾けるんですね、例えばあの手を、人差し指をクッと前に出すようなこんなアクションもしてますけれども、その時のことですね。2人のパラダイスでシンバルに合わせて首を傾げる、ね、僕がキュッと首を傾げたこの仕草が、可愛かったと、ね、言っていただきました。そして、ミストラルのピアノとオルゴールの音に癒されました。そして次、君はレディの演出、ジュン君がしゃがんだと思った瞬間、メンバーから客席めがけてのバキューンは超びっくり。なるほど、わかりましたですかあれね。もちろんバッチリ決まってましたよ。次のライブでは迎え撃ちますよ。なるほど、まあライブでも言いましたけれども、なかなかね皆さんちょっとね照れがあってね激しいアクションができなかったんですけど、それでもねこうやって目立ってたようですね。今回はシャッターチャンス逃しちゃったので次は逃しませんからね。わかりました。じゃあ次もね、まあ同じことかどうかわかりませんけど、あそこでね何かじゃあ、やろうと思いますね。そして、旅立ち、旅立ちの熱唱にも、震えましたが、さらに一日だけ長くの大熱唱はすごく良かった。アルバムの何倍も何倍も良かったです。客席からすすり泣きが聞こえてきましたが、皆さんそれぞれの思いで聞いていたんでしょうね。そうですね、あのサナちゃん亡くなった、年の8月ね、急遽ライブやりました。この時に僕初めて歌いました。この曲を作った時にね、これをステージで歌うとは本当に、ね、思わなかったですね。ある意味、非常に個人的な歌のつもりで僕は作りましたね。同時にまあ普遍的であってほしいとも、まあ、思ってはいたんですけれどもね、まさかステージで歌うことになるとは思わなかったです。で、まあ2年経ってねこの歌をね、普通にステージで歌おうとね、そういうふうに思いました。そしてキャラバン、キャラバンにおいてはもう最高、バンドとしての一体感がたまらない。メンバー個々の魅力を存分に味わえますよね。カズミンさんのお話ではお店のお姉さんたちもカウンターの中でノリノリだったそうです。あ、そうですね、カズミンさんそうおっしゃってましたね。はい、確かに私も見ました、何度も。ライブ終盤はずっとリズムに合わせながら手拍子してましたよ。従業員の方って普通そんなことをしないですよね。まあ普通しないっていうか、そうですね、まああんまりないかもしれないですね。さすが原潤バンドというかね、それはねこのソウルダイナーの、人たちのね、まあ人柄ですよね。この方たちがね、そういう方たちだったということでしょうね。というかね皆さんとてもね、明るくてね丁寧で、そして、ビデオを見てね、まあビデオの中にそのちょっとね、テーブルに運んで見えるところとかあるんですけど、まあそんなん見ててもね非常にテキパキとしててね、とってもね感じいい人たちでした皆さんね。そして、最後のブロックはアップテンポのノリノリの曲ばかりでしたけど、そのままラストのサンバでブラジルまで一気に、しかも声量が衰えることなく歌い切りましたね。本当にすごい、練習の賜物ですね。そうですね、まあそうだと思いますね。5年前の初めてのライブを思うとね、想像つかないですよね。あの時にはねこんな風になるなんて本当思いませんでした。そしてあ、それと歌い方、かっこ姿勢変えましたよね。天を仰ぐような歌い方に、これが声量アップの秘策なのかな。そしてアンコールに答えていただきありがとうございました。まだまだ余裕があるようにお見受けしましたよ。あと1曲ぐらいいけたかも、どうかな、と書いてみます。まあ、さっきもちょっと言いましたけれども、歌い方、マイクのポジションをねちょっと変えましたね。エリック・クラプトンとかね矢沢永吉さんっていうのはね、
ちょっとマイクをね水平よりも少し高めにセットして、ちょっと顎を出すような感じ、上を仰ぐような感じでね、歌って見えるんですよ。でそれはもう前から知ってたんですけど、こんな風にね喉をちょっと、突っ張るような感じ、これで、歌えるものなのかなとずっと思ってたんですけど、去年のね暮れのアルバムね、これをレコーディングしてる時にたまたまレコーディングマイクをちょっと高めにセットしてしまって、まあ一回撮ってみようと思ってね、顔をねちょっと上に向けて歌ってみたんですよ。そしたらねなんとね、思ってたよりすごく歌いやすくて、そして音程も取りやすくてね、こりゃいい塩梅だなと思って、ちなみにね魔法のようにの時にこのセッティングにして撮りました。そしたらねすごくね、調子良かったんで、それ以降、希望とかね、その辺も全部ねこのマイクポジションで歌うようにして、そして、練習の時もね、この高さに変えてみましたね。クラプトの写真をちょっとねネットで検索して、あこれぐらいの感じかって言ってね、ちょっとやっぱこの方を見ていただくと分かるんですけど、クラプトンさんもねちょっとね上向いてね仰いだような感じでね歌って見えますよね。なんでね僕もねそれ以来ずっとこのねポジションでねやってますけど、僕は調子いいと思います。ただちょっと首が疲れますけどね、3時間この状態でやってると首は疲れますけど、それでもね歌的には僕はいいように思います。なので、前回も言いましたけどね、60年も経ってね今更何か発見するなんてことはそうないとかって言いましたけど、これもねまさにそうですね。そしてそういえば黄昏のサンバやらなかったから、これでも良かったですよね、というのはあのアンコールで同じ曲やっちゃったから黄昏のサンバはやらなかったんで、この黄昏のサンバをアンコールでやればということですかね。毎回やっている曲とはいえ、急には無理かな、これからはアンコール数曲、ここ強調は、準備しておいてくださいね。わかりました。まあアンコールいただけるつもりでね、用意はしておきますね。アンコール含めて全23曲、 MC 少なめでしたが、原潤バンドの演奏を十二分に楽しめました。今回は明らかな白魔人は登場しませんでしたね。きっと潤くんの気迫あふれる圧巻のステージに、出るに出られなかったんだと思います。そうですね、あんまり頭を朦朧とすることもなく、そしてギターを弾くときになるべく息を吸うようにね、心がけましたんでね、あまり出ませんでしたね。まあ、ちょっと白魔人じゃないけどちょっ と飛んでますけどね。そして、純くんはいつも僕のライブにお越しのお客さんは、僕のことを心配して、微動だにせず、じっとステージを凝視してるっておっしゃいますが、確かに、活動再開当初はそんな時もありましたが、今日のステージを見たら、もう誰もそんな心配はしませんよ、大丈夫です。そうですか、わかりました、ありがとうございます。そうですね、最後は皆さんね、ほぼ全員立っていただいてましたからね。そして、終演後は、ファンの皆さんとのおしゃべりに花が咲き、いつまでも居座り続け、お店の方にご迷惑をかけちゃったかもしれないですね。本当皆さんとの、歓談時間も、ライブの楽しみの一つですね。そうですね、本当にいつも僕言いますけどね、ああやってライブが終わった後、みんなでね、お話を、する姿とってもね嬉しいですね。そして、また終演後のお疲れの時に撮影大会もしていただきありがとうございました。初ライブ以来のツーショット写真です。そうですか。なんか毎回撮ってるような気がしてましたけど、また一つ宝物が増えました。感謝感激雨あられ、そんな大変なもんじゃないと思いますけどね。他の皆さんも少女に戻り嬉しそうでしたね。ただこの時撮った写真を見て一言、純くんきっと誰も言わないと思うから代表して思い切って言います、あの茶色のタオルはやめて、キャー言っちゃった、ごめんなさい。あの茶色のタオルって
サウナでかっぱらってきたやつですね、いっぱいありますようちにね。まああれはね実に吸水性が良くてね、シャレっ気がない代わりにね実用的ですね。きっと吸水性もありそうですね、肌触りもいいんでしょうが、純くんはいつまでも憧れの存在です、ただのおじさんじゃないんですからね。せっかくのスターがとほほほほ、いやせっかくのスターでもないですから、まあ別にサウナのね、タオルで、どうでしょうか。写真撮るときは外すようにしますね、そして最後になってしまいましたが、メンバーの皆さんへ、舞ちゃんは相変わらずキュートね、だからさよならのピアノ可憐でいいですね、幸せのお裾分けのチョコ美味しかったです、ありがとうございました、やっぱりお似合いのお二人ですね、そしてユミちゃん毎回レベルアップしてますね、わかりますよ、鍵盤を叩く真剣なお顔大好きです、そしてマミヤさんのパワフルなドラムも健在でしたね、次回はぜひソロも聞きたい、そして、加藤さんの流れるようなベーステクニック、見ていて惚れ惚れします、今後のことは気になるところですが、介護ができるベーシスト目指して頑張ってほしいですね、そうですね、そして、最近いじられキャラのコルゲンさん、打楽器の魔術師に幸あれ、フレーフレーと書いてありますね、果たして幸は来るんでしょうかね、幸薄いコルゲンさんにならないでほしいなと思いますけどね、ということで、長々お付き合いありがとうございましたということですね、タンタンさんからお便りをいただきました、ありがとうございました。それではね、ここで曲を聴いていただきたいと思います。そして、この曲で、第2部をね、終了したいと思いますね、それでは、ランナウェイ。 Thank you.